こんにちは、穂高です。今日は固定パステージの作り方を解説しようと思います。実はこの部屋、簡単に作れるんです。必要な数とかかる費用も書きますので、ぜひ真似して作ってみてください。まずは土台作りからです。土台はこちらの黒のブロックを使用します。一番奥にブロックを置いて、左に9マス伸ばしましょう。これを2列作ります。次に8マス。そして7マス。次に6マスと1つずつマスを減らしていきます。すると左右対称の土台ができると思います。次にこのジグザグの部分を埋めましょう。左から2箇所をこのブロックを使います。そして反対2箇所もこのブロックを使います。残るは3箇所です。この3箇所はさっきの大きいブロックを使います。また空いた2箇所に大きいブロック。次にハーフブロックを使用します。ハーフブロックはローマ字の W を描くように置きましょう。W になりました。次はハーフの三角ブロックを使用します。穴の空いたスペース4箇所に入れます。すると形が出来上がります。そして3段目を作ります。3段目はこのブロックの上に重なるように置きます。ここで注意点です。先ほどと違い、2列目は3つ置いた後にハーフブロック1つを置きます。これはコデパで分かりやすいように色を変えるからです。そして大きいブロック2個、またハーフブロックを置きます。そして大きいの4列目も先ほどと同じでハーフブロックに切り替えます。左右対称にします。ここでハーフブロック、またジグザグになりました。左側3列、右3列、合計6箇所を三角のブロックで埋めます。真ん中の隙間に2つ大きいブロック、最後に三角で埋めます。これでステージの完成です。次に2階に向かう階段を作ります。何でもいいので大きいブロックを準備してください。三角のハーフブロックを準備します。これを上に3つ重ねます。3つ重ね終わったら大きいブロックをすべてお片付けしてください。三角のハーフブロックをタッチしましょう。この三角のハーフブロックは階段になります。横に移動するモードに変えて1マス左にずらしてください。2個目は1マス右、3つ目は左、4つ目は右です。これで階段の完成です。この階段剥き出しでもいいのですが、僕は恥ずかしいので隠します。三角の大きいブロックを準備してください。このブロックを奥から3つ目の列、縦に6マスを3本作ります。真ん中の柱の上に1つだけおまけで乗せてください。次にハーフの三角ブロックを準備します。7段目の一番上に置いて横に移動するモードに切り替えます。そして下に3マスずらします。横にずらしてこの形になるように作ります。
これで2階の完成です。階段が見えないまま2階に行くことができます。以上でステージが完成しました。次は床と壁です。床と壁は自分の好きなものにしてください。僕は床を暗め、壁は明るめにしました。この穴には好きなハーフブロックの色を入れてください。今回はライト付きのを使用していますが、ハーフブロックなら何でも大丈夫です。これでステージの完成です。では僕のアレンジを紹介します。こちらがエントランスです。お外からみんな来ると思うので、入り口を足拭きマットのように色を変えました。こちらは観客席です。手前のシャンパンタワーは VIP 席、お金持ち用で、奥2つが一般人用の設定です。ステージには演出があって、火花とスモークが巻いてあります。これは派手に見せるためにつけました。あとスポットライトも派手に見えるのでつけました。これは左右とも同じ数を使ってます。そして左右の端にリップも置きました。黒ばっかりで雰囲気が重くなるので色のアクセントで使いました。真ん中には派手にミラーボールもつけました。2階にはライトもついてます。ここは審査員用の場所です。こちらは音楽のスピーカーです。ちょっと見えにくいかもしれませんが、壁紙も使いました。作り方はすごく簡単なので、みんな真似してみてね。